レスリー・ウィリアム・グリーンはイングランドの建築家である。20世紀初頭に建設されたロンドン中心部の象徴的なオックスブラッドと呼ばれる赤つ色のタイルが貼られ、柱と半円形の1階部分の窓で構成されるファサード、図案化されたタイルで装飾された内装を備えるロンドン地下鉄の駅を設計したことで知られる。ロンドンメーダ・ベールで1875年に建築家。 国王所有地のサーベイヤーだったアーサー・グリーンと妻・エミリーの4人の子供の第二子として生まれた。ドーバーカレッジ、サウス、ケンジントン学校とパリで学生生活を送り、修学期間の間に建築家である父の作業を手伝った。ミルドレッド・エセル・ワイルディと1902年4月にクラッパムで結婚し、娘・ベラを授かっている。 建築家としての職務を1897年に開始、1900年にヘイマーケットに移るまでは父親の事務所経由で仕事を受け負った。1903年にはストランド近くのアダムストリートにあるアダルフィハウスに移っている。1898年に王立英国建築家協会の巡回員に、1899年に会員になり、初期はロンドン各地の店や、 住宅の依頼を受けていた。1903年、ロンドン地下電気鉄道の建築家に任命され、ロンドン地下電気鉄道参加の当時建設中だった。後に順に、ピカデリー線、ベーカールー線、ノーザン線の一部となる三つの地下鉄会社グレート、ノーザンピカデリーブロンプトン鉄道、ベーカーストリートウォータールー鉄道、チャリングクロスユーストンハムステッド鉄道各社の50駅の 外観、内装、装飾を担当した。ラッセルスクエア駅グリーンが設計した駅ホームのタイル装飾の霊液が設置される場所の制約に合わせながら統一された思想の美術工芸運動スタイルの駅舎を設計した。駅舎は当時最新でアメリカから導入されたばかりの鉄骨構造を用いることで改札口やエレベーター設置に必要なスペースを確保した2階建てとなった。 駅舎外部には荷重を負担しないクラッティングとして、オックスブラッドと呼ばれる、赤葛色のリーズ耐火粘土製セユーテラコッタが採用された。地上階は広い二つの張り間に柱で分けられ、入り口と出口を分離するとともに、商業店舗スペースも設けられた。二階部分には、半円形の窓が墓飾りを備えるコーニスが、上部に設けられた。 一部駅では丸窓が窓間にある場合もある。1階と2階の間の広い帯状の部分に大文字で駅名が表記された。駅舎上面は鉄骨構造のもう一つの利点として、後で事務所などを増築できるよう平面とされた。駅舎内部は白と緑を基調とするタイルで装われた。プラットホーム階も標準化されたタイルを用いた内装が採用され、 判別用意化を狙った駅ごとに異なる、ホーム全長にわたる幾何学模様のタイルで装飾された。列車進行方向もタイルで表現されている。タイルの多様は統一感の情勢とともに維持の用意化を狙ったものだった。三つの鉄道は1906年、1907年に順次開業し、クリーンとロンドン地下電気鉄道の契約も1907年に終了した。 グリーンは1907年にロンドン地下鉄の駅の設計などを含む成果により、王立英国建築家協会のフェローに選出されている。グリーンの設計した駅の多くは2020年、現在も残っているが、改札口などは後年の利用状況の変化に応じて改装されている。ホームのタイルによる内装も多くの駅に残されているが、ランベスノースやマリルボンのように一旦失われた後、 再現された例もある。現存する駅建造物のうち、アルドウィッチ、ベルサイズパーク、カレドニアンロード、チョークファーム、コベントガーデン、グロスターロード、ハロウェイロード、オックスフォードサーカス、モーニントンクレセント、ラッセルスクエア、サウスケンジントンは、第2級のイギリス指定建造物に指定されている。ロンドン地下鉄の駅の設計は、 グリーンの助手だったスタンレイ・ヒープスに引き継がれた。グリーン設計の駅舎は一目で、ロンドン地下鉄の駅とわかるため、BBC のヒルドラ、イーストエンダーズの舞台の一つである、架空の駅ウォルフォード・イースト駅などにイメージが利用されている。グリーンは、肺結核に罹患し、1908年8月31日、ノーフォークのムンデスリー・コール・オン・シーにあった、サナトリウムで死去した。 ウィキメディアコモンズには、レスリーグリーンに関するカテゴリーがあります。ウォールファードイーストステーション、アンダーグラウンドヒストリー、2014年8月31日、閲覧、ロンドン交通博物館の写真アーカイブ、ありがとうございます。